どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます、ということでね、えー。今日はボン、ボン、ボンソワーで合ってるのかな、まあ、とにかくね、とにかくね、とにかくね。張り切ってまいりましょう、黒田拓哉のテーマ曲。はい、ということでね、今日も頑張っていいかな、あかんな、あかんな、あかんな。 メルシーポックということなんですけども、ただいま私ですね、えぇ、ー、おフランスのトゥールースにおりました。トゥールーズっていうんかな、日本語では。なんかいろんな言い方があるみたいですけども、南西部ですかね、フランス。やってまいりました。ツアーからの2日目に今収録してるわけなんですけども、実はこのタイムアウト、だいぶ日が経ってるということでね、ちょっと、えー、ヘッドコーターズも、 あさりが出ましてですね、兄さんとそろそろ一本どうですかという話で、いや、めちゃめちゃ忙しかったんですよね。まあ、前回のあれでも言いましたけど、用意が大変、飛行機買わなあかん、みんなの電車買わなあかん、5人分ですよ、皆さん。今だから僕、今回リュックに、あの飛行機はね、全部デジタルですけども、あのヨーロッパのね、電車は、なんか一応プリントアウトしといた方がええんじゃないかですかっていうのがあるんですよ、なんかやっぱり。 その場でね、はい、見せろって言われた時に、例えばこう、電話に電波がなくて、えぇ、ー、アップロードできないとかっていう事件もよくあるから、僕のリュックにも全員分のね、全工程の、えー、電車のチケットが入ってたりだとか、もういろんな今リュックにはたくさんものが入ってて、今これがなくなったらちょっとね、えー、おそらくものすごい大変なことになる。お金的な価値はほとんどないんですけども、えー、我々の、えぇ、ー、 皇帝が大変なことになるようなね、時代になってるわけなんですけども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。ニューヨークはね、あのハリケーンがあったんですよね。マイアミにもだいぶ被害が出たんですけども、そのせいでニューヨーク、同じこう、イーストサイド、イーストコーストっていうんですか、東海岸沿いには当たるんで、天気がね、珍しいですよ。4日間ぐらいね、ずっと雨が降ったんですよ、ニューヨークで。梅雨系、梅雨系ぐらいのね、 えー、雨が降ってですねこれは大変じゃろうともうずーっと暗くてですねそんな中僕はまあアレンジをしたりだとかまあそういうねいろんな用意をしてたんですけども、えー、今日もしかしてちょっと音質がちゃうなと思ったらこれはね今日は iPhone で撮ってますからまあそのせいだと思ってくれたんですけど、まあ、意外とそんな変わらへんねっていうのも最近わかりました。 いつもはね、あの、生、小生意気な、えー、それこそプリアンプだとか、えー、マイクだとか、使ってやってるんですけども、あの、実はそんなに、ま、声一本だったらっていうことですよね。それが、ま、もちろん、こう、楽器で演奏ってなったら違いが出るんですが、まあ、この場合はね、僕が何言ってるか分かればいいかな、なんて思いながら喋ってるわけなんですけども、ホテルの一角でね、今は喋っております。 隣の部屋にはコーリーがいてですね、その反対には、えー、アダムがいてみたいな。これ何なんでしょうね。これあるあるなんですけど、ツアーに行ったら、まあその、団体でホテルって撮るじゃないですか、誰だって。まあ電車でもそうですけど、飛行機でもそうですけど、5人だったら5人で撮るでしょう。まあ楽なんはあるんでしょうけど、絶対近くに置くんですよね、みん,みんな、ホテルとか。その じゃあ5人で行ったら、はい、201 20、202、203、204、205、206ですって言って。<laughs> 何の問題もないんですよ。どちらかというと俺は離れた方がええなって。いや、そんなんむちゃくちゃですよ。なんファ55スターホテルとかやったら。ですよ。まあ壁も分厚いでしょうから。何の問題もないでしょうけど。まあ僕らが泊まるホテルなんつうのは、まあ、結構聞こえるわけですから。その、 まあ、はっきりは聞こえへんけど、ちょこちょこ聞こえるんで、ね、どうせ聞こえるんやったら知らん人の方がいいかなって思うというか、うるさいなあいつって思うのがね、知らん人の方がいいかなって思ったりもするんですけど、まあ、それはお互い様なんでね、僕もうるさいかもしれませんからね、なんかいろいろ、なんて思うんですが、こうやってまたツアーに戻ってくると、そういう、あ、ツアーあるあるをね、えー、思い出すなという話で、ツアーあるある、電車でもそうですね、 ええ、窓際が良かったんか、通路側が良かったんかっていう話もありますし、非常口って良かったような、非常口席ってあるじゃないですか。あれ足めっちゃ伸ばせるなとかね。見外と僕あんま好きじゃないですよね。物置くとこ何にもないじゃないですか。あの、あるとしたら、あの、壁側に3人か2人分のポケットがあって、あれが、ど、どの席の人がどのポケットかわからへんっていうのが、いや、問題がたまにあるんですけども。 まあそんなこともね、ちょっとね、あの、いろいろ思い出して、今楽しく思ってる、今、えトゥールースというね、フランスの場所皆さん来たことありますよ。僕、実は初めてなんですけど、ちょっと、パリより好きかもというね、え今ちょっと事態に陥っています。陥ってますって悪いことじゃないんですけども、程よく都会で、程よく、えパリほど大きくなくてっていう、その感じ。あと、まあ人がやっぱこう、ガツガツしてない。パリはすごいですよ。まあ本当にニューヨークとか、 ベルリンとかロンドンとかに並ぶ大きな街ですからもういる人のそのエネルギーたるやっちゅうのがもうやっぱりこうどちらかというと前のみり前のめりブラザーズとシスターズが結構いるなぁなんて前 <laughs> のめりブラザーズとシスターズいいですねこれちょっと次のバンド名に使おうかななんてええ思ってるわけなんですけどもですね いやでも皆さんおすすめしたいですねまあまあ有名な街だから知る人ぞ全然知ってると思うんですけどまた来たいなと思いながらでまだ2日目なんでねまだ全貌を明らかにしてないですけどもいやちょっと美味しいフレンチにも食べてねえー、行きたいなーなんて思ってますが前回のこの「タイムアウトからだいぶ経ってるんですが日本ニューヨークではですね放課後のライブがありましたあのムーンフラでは ちょっとだけ話をしたと思うんですけども、えー、福島元君加藤マーサ、そして小川啓太黒田拓也この4人で結成された、えー、まあ本当にもう家で飲んでるところからノリで作ったバンドなんですけどもまあこの全員のねあのスキルとクリエイティビティとまあそのまあ人間性というか全部がもう 程よく、ちょうどよくてですね、めちゃくちゃ楽しいバンドなんですけども、えー、もう今となっては老舗ロック・ド・ミュージック・ホール、ステージ3っていうね、一番こう、あの、親しみやすい小さな部屋でやった。前、まあ、ちっちゃいって言っても、こ6時には入るんですかね。今回はその、3月か5月か、だいぶちゃいますけども、3月か5月かってだいぶちゃいますよね。4月じゃないんかって言いたくなると思うんですけど、もうちょっとカレンダー見ましょうか。 月月月かな何月やろ4月かな <laughs> まあちょっとこれまたねどっちでもいいんですがあのニューヨークで録音したおかげもあってあのメンバー全員ね譜面を見ずストロングスタイルで演奏しきってでいっつも来てくれてる常連のお客さんがたくさんいたんですけどもみんなやっぱりなんかねなんかすギめっちゃ良かったって言ってくれましたね。 ま、この日本人だけのバンドで、しかもニューヨークでやってるって、ま、なかなか異色っちゃ異色なんですけども、なかなか忙しいメンバーが揃ってるから一緒になれないなんかいつかね、こう、外線もできたらいいなと思っておりますし、ライブもね、絶対に、あの、ライブじゃない、アルバムですね、間違えましたね、アルバムも完成させて、来年には大きなちょっとうねりにしたいなと思ってますので、その辺もよろしくお願いします さあなんて言うてますがまあなんかねそのまあツアー久しぶりにツアーやなっていう話で今回あの今はシアトルに住んでるコーリーがですねあの出発前にニューヨークにまあ来てくれてというかまあちょっと来てでちょっとリハしてから行こうかみたいな話っていうのも久しぶりやったんですよコーリーとねヨーロッパにがっつり行くのもなんと2014年以来それまでもちろん何度もライブしてるんですが 僕がブルーノートでデビューした年以来なんですよねこれすごい二人でその話は盛り上がったんですけどもその細かいのはちょこちょこ間にやってるんですが氷自体やっぱエス,エスペランズ・スポーディングの仕事ががっつり始まったのが2016年ぐらいか僕のジグザグアルバムぐらいの時からやっぱ結構いろんなビッグアーティストと彼はねだいぶ仕事するようになって俺のねツアーができなくなった時期が多かったんですけどもそんな話をしてたら ほんまに久しぶりやという話になってねでまあニューヨーク来てその話してまあちょっとご飯食べたりですね楽しみやなみたいな話をしてたんですけど彼自体実はそのすごい大きなロックバンドのツアーで今年のね2月から7月か6月か数ヶ月ヨーロッパにずっといたんですよ仕事ででその経験があってあのー、これねパンデミック始まってから特にらしいんですけど今 結構あのー、みんなミュージシャンがツイッターで上げてますけども、ほとんどの人がすごい確率でカバンをなくされてると。あの、飛行機で。ほとんどの人がです。もう、5分の5ぐらい、え、4ぐらいですかね。あの、ほとんど行かれてるという話。で、彼もその一人で、コーリーも、ほんまやばいぞ、くやと。あのー、4回なくされたって言ったから、もう何回なくされたって言ったか忘れたんですけども、何ヶ月かの間にほとんどなくなったと。 で、今回、僕らこれ全校って3週間なんですけど、そのシアトルから、じゃあニューヨークに1回行くわ、って言って、うちまで来てくれた時に、なんとですよ、あの機内に持ち込める、一番小さなあのスーツケースあるでしょ。<laughs> あれとトロンボーンで現れたんですよ、ね。3週間ですよ、皆さん。で、え、冗談やろ、と。これで行けんのって言ったら、全部入ってる。大丈夫や。マジか、と。 で、聞いたら、靴も2個入ってると、この中にって言って、<laughs> 靴2個も入ってんの、この中にって。皆さん、ほんま、あれでしょ、機内持ち込みできるやつの、あのスーツケースでしょ、あの、小さいやつ。 でもこれでいけば預けないんでカバンをなくされることは絶対ないとなるほどなとで俺も一回試そうとしたんですよねそうやって言われるから絶対なくなるって言われるからそんなやばいないやでもたしかに今回ねさすがに頑張ったんですけど一応僕はリーダーじゃないですかだからまあ一応服もね何個か持ってかなあかんしまあかちょっとその途中でこうやってラジオを撮ったりまあ iPhone で撮ってるやつが何言ってんねんと思ってるこれちょっと恥ずかしいんですけども 機材全部持ってきたのに、マイクケーブルだけ僕忘れてきて、あの、今、iPhone で撮ってるんですけど、その横にはですね、マイクスタンドや、えー、インターフェースやケーブルはいっぱい並んでるんですけど、マイクケーブルだけ忘れて、結局 iPhone で撮るというね、この、まさにフランスのジンと言ってもね、トゥールースのジン夏のジンですね、これは。秋のジン今起こってるわけなんですが、まあ、それはさておき、まあ、その技術ですよ。 全ているものを全部そこに入れて、しかもね、もういつか起きに俺は洗濯すると。ちゃんとその、ホテルで洗濯して干してっていう話。まあそれ自体は僕も昔やったことあるんですけども。まあ、細かくやればそうか。でもね、一番こう、目からうろこやったのは、持ってってほとんど使わんかったもの方ものの方が多かったっていう話なんですよね。確かに。着なかったな、この服とか。 これやっぱ人間のその不安、結局その荷物って不安なんですよね。結局荷物が増えるって自分の不安が荷物になってるんですよね。もう、僕もほんまそうやなと思って。この服絶対着いへんかったなっていうの実は、っていう僕はむちゃくちゃでかいスーツケースで今回着てるんで、まあ今回もね、不安という荷物を一緒に抱えては着てるんですけども、また、あ、逆にね、持ってきた以上使ってやろうというそっちのこの、あの、 スタイルに変えていこうかななんて思ってるんですが、いやー、これ皆さん、あの、まあ、聞いてる、聞いてらっしゃる方の中にはね、あの旅行に、二自宅上手、あの、準備上手の方もおられると思いますけども、いや、今回やはり、さすが俺の親友やなと、えー、あんなに体も大きい、だから服一個一個も僕の2倍ぐらいはでかいはずやのに、2倍はないですけども、 あの,あのちっちゃい中に3週間分っていうのはこれ実はもう目から鱗でもしあの長期旅行の荷物最もコンパクト選手権があったらぜひ彼をですね、えー、僕は推薦したいなと思っております <music> さあなんてねコーリーのねその荷物天才天才コンパクトパッキング術の話なんてしてますけども。 まあ何より始まりましたよヨーロッパツアーがこんな長いツアーは実は僕自分自身のバンドで初めてなんですよ3週間っていうのは長くても多分2週間か10日ブラジルが2週間ですけどもあれはもうほ,ほぼ休みやったんで半分バケーションみたいなねあのツアーやったんですけども今回は3週間で16箇所ということでえー、これほんまにねちょっと あの、体力との戦いになるのは間違いないんですけども、まあ、目いっぱい楽しんでね、ニューヨークに帰り、そして皆さんのもとジャパンにね、えー、行きたいと思っております。まあ、今回、ニューヨークにですね、ベースのカエル・マイルス、これも皆さん初めて、初めましてですよね、ほとんど名前としては、このラジオでは。えー、最近僕がニューヨークでよくやってる若いベーシストの、まあ、若いっつっても32、3なんですが、ね、 クレイグのね、友達でね、もともと、ホゼ・ジェームス・トも一回日本に5月に今年一緒に行ってましたが、えー、彼と、そしてコーリー・キングンで、俺がニューヨークから、えー、このフランスまで飛び、アダムはね、もともとヨーロッパに来てたんで、えー、こっちで待機してもらってて、そしてピアノがローレンス・フィールズ、これもね、初めましての方多いと思うんですが、僕は彼と最初に出会ったのは、15年ぐらい前かな、僕が大学卒業する手前の、 あのジャズキャンプジャズキャンプもうねこの話だけでもねあの一本取れんちゃうかいう話があるんですが、えー、結局大学音楽大学が各世界中の音楽大学が各2名か1名ずつ送って一堂に会するっていう、まあ、とんでもない面白いキャンプがあるんですよで僕それにニュースクールからなんと選出されですね行った時に、えー、彼はボストンの名門バークリーから来ててそこで出会った めちゃくちゃ馬があって友達になってずっと一緒にできなくて彼めちゃめちゃあの活躍してですねもうクリスチャン・スコットジョー・ロバーのうーもう全部かにもいっぱいあるからもう調べてもらった方が早いんですが本当にこの我々の世代でジャズピアニストといえば代表的な一人なんですけどもこのローレンス・フィルズはトロントからフランスに飛んできてんで全員で仲良くここフランス・トゥールースであってですね ワッツアンメみたいなっていう話になってホテルで全員ロビーで出会ってでこれ何がすごいってね今回そのまあちょっと、まあ、そのお金の話はまあ前回前々回でも言いましたけども前日乗りしたいんやけど結局すればするほど赤字になるからもうほんま今回はもう気合で当日入りやという話になってですねでこれなかなかないんですよインターナショナルのフライトライブで入った日にライブするってもう。 僕が2 2二3とかやって、まあ、もちろん考えられましたけども40超えてやるとなかなかないな、ね、でもそれもせに腹は変えられへんスタイルですねストマックイズノットいわばバックスタイルでええー、これはいかなあかんなという話なんですけどもでもみんなもねもう今日やんなみたいな感じで意外とすんなりできていやよかったなという話やったんですけど全品でちょっとだけ昼ご飯を食べてでちょっと時計を見てもうコリーもみんないや さすがにちょっと眠いなと入浴時間でいうとだってホテルに着いたのが多分夜中の朝の5時ぐらいですよでまあ飛行機で寝れたかって言ったら僕寝れた2時間ぐらいですかねで帰る前にさ俺は飛行機では寝ない飛行機で僕は寝ないんだよって言ってたんで <laughs> 寝れないって言ってたんで無眠でねみんなみ全員無眠で、えー、この望んだライブやったんですけどいやでもね 素晴らししい演奏でした何よりいい箱でね、まあ、全完全着席スタイルやったんですけど、えー、一応フェスティバルの一環でで,後であので聴いたらソールドアウトやったっていう話もあって入れなかった人もいっぱいいたよっていう話を聞いてへーと思ってねいやーびっくりしましたがいやーちょっとね90分のストロングスタイルで,でもこれ多分ねジサボケのせいやったと思うんですけども90分ってまあよくある長さなんですが、まあ、長いっちゃ長いんですよ。 結構長いです、90分って。やっぱジャズの曲で言うと、8曲から10曲かなっていう感じなんですけども、長さで言うと、アンコール入れて。だいたいね、これで半分くらい行ったんちゃうかなっていう時があるじゃないですか。もうその、腹時計っていうのあるでしょみんなそういうの。腹時計で行って、パッとね、時計を見た時にね、また35分しか経ってなかった時に、ちょっとね、あの、ガマガエルじゃない、あ、ガマガエル関係ないですね。油汗が出ましたね、ほんまに。 やっぱり、ね、これまだ半分以上あるやんとか思っていやあ久しぶりに焦りましたけどまあ予想はしてたんでそういう感じやろなと最後までね無事に行き切りましたけどまあおかげで全員カナダがこっちの時間に強制的にセットされたというか、まあ、曲はねもちろんこのニューアルバムからの曲を中心にでもそれだけだと90分足りないんでちょっといろんな曲をしたりだとか。 氷が歌う Do they know ととかか入れたりとかしてねでもコーリーの歌声はああかっこよかったなやっぱりどんどん良くなってる気がするしでここで特筆すべきはですなんですがローレンス・フィールドのあのキーボードピアノをぜひ皆さん日本でむちゃくちゃ楽しみにしておいてくださいあのやばいっすめちゃくちゃかっこよかったですけどあのほんまに。 これは本当にあの皆さん楽しみにしておいてくれていいかなと昨日も本当に助けられましたあのちょっと一人でソロピアノの時間みたいなのを作ってもらってですねそのまあちょっとこうセットリストのこうバランスをとってたんですけどもいやーちょっと聞き惚れたなというのはありましたけどもですねまあまあまあいつもね僕はねこのバンドであのキーボーディストピアニストにいつも恵まれておるわけでですねまあその辺また楽しみにしてくれてたらいいかななんて思うんですが。 ここでちょっと数日のねお休みがあるんでトゥールースではちょっとあのいろいろなものを見てね今からこの後もねちょっとコーリーと飯でも食いに行こうかなっていう話になっております何より皆さん先ほどもちょっと言いました日本でのブルーノとそして大阪ブルックリンパーラーこれはちょっと見逃すことができない率が高いですあの意地でも来てくださいスタイルでお願いしたいんですけども。 11月の10日、11月の11日が東京・青山・ブルーノート、えー、そして11月の12日が大阪・ブルックリン・パーラー。メンバーはアダム・ジャクソン・ドラムズ、ラシャン・カーター・ベース、ローレンス・フィールズ・ピアノとキーボード、コーリー・キング・トロンボーンとボーカル、えー、それにクレイグ・ヒル・テナーサックスが加わったこの6人、オールスターなんていう言葉がもう本当安く聞こえますね。もう本当に。 まさに、四面楚歌チーム。あかんやないかという話なんですけど。間違いないです。もう本当に。仲間なのか敵なのか。わからないぐらいのね、エキサイティングな、えー、ステージを、えー、みんなで送りたいななんて思っておりますので、皆さんぜひその辺もよろしくお願いしたいなと。まあ何よりですよ、10月の21日に、 えー、このアルバムがデジタルで解禁になります。これちょっとね、あの、ちょっと耳寄りな、耳寄りというか、あの、いろいろ動きがありまして。デジタル解禁が10月21日です。全世界ドロップです。で、フィジカル、あの、レコードは11月の、しかもその、僕の日本ツアーの時に解禁になりそうです。ちゃんとしたニュースが出たらまたちゃんと言いますけども、 これはこれで面白いなと思っております。日本、日本というか全世界同時レコード解禁で、それが日本ツアーの時ってなるっていうのは、これはちょっととんでもないレコード円盤が日本中で飛び交うんじゃないかという、A、催しになっておりますので、ぜひその辺皆さんお楽しみにしておいてください。何百枚持ってこなあかんのかな何千枚の話かなという話なんですけども。日本のツアーで売れるって最高ですよね。これよく考えたらね。 ちょっとその辺を皆さんぜひ楽しみにということで、まあ、ちょっとあの、フランスのトゥールス、もうちょっと夜が吹けてまいります、す吹けてないですね。今から晩ご飯なんで、ね、えー、ちょっと行ってこようと思うので、今日はですね、この辺で、えー、タイムアウト。なんとフランスはトゥールス。えー、素晴らしい街です。皆さんぜひまたここでね、えー、もう一本ぐらいここで撮れたらいいですね。ちょっと滞在中になって思っておりますが、えーとりあえず今日はこの辺でお別れしたいなと思います。皆さん。 えー、タイムアウト第141回、えー。ということで、第142回で次回はお会いしようと思います。それでは皆さんありがとうございました。それでは皆さん、それでは皆さん、それでは皆さん、いってらっしゃい